札幌で今日新たに確認された陽性者は21人。感染第二波に見舞われていた5月初め以来およそ3ヶ月ぶりに1日で20人を超える感染者が確認されました。7月の前半のようにですねあの、高齢の方々が多い形での流行ではなくて20代30代といった若年層にそのこの陽性の方が出てきているというその今までとは。 今までの北海道の流行とは少し違った形での流行が出てきておりまして感染者が増えた理由は集団感染の拡大です南区の林下病院では患者と病院職員合わせて12人が確認されましたさらに中央区のライブハウスでは3人集団感染以外では6人の感染が確認されました林下病院では一昨日。 看護師と患者合わせて5人の感染が確認されていてこれまでの感染者は合わせて17人となりました病院では、昨日からおよそ100人の入院患者と職員およそ120人の PCR 検査を行いました今後も感染者が増える恐れがあり札幌市と道では現地対策本部を設置し感染拡大防止対策を進めています このほか小樽市のウィングベイ小樽に入る惣菜店の従業員1人と、後志地方で1人の感染が確認されていて、道内の感染者は1459人となりました。これから夏休み期間に入ることや、お盆期間中の規制などもありますので、感染防止対策を意識した行動を取っていただきたい。 一方感染が拡大している苫小牧市では岩倉市長が会見を開き、市民に三密を避けることや、多数での会食を控えるよう呼びかけました。苫小牧市では、トヨタ自動車、北海道や井出光興産、北海道製油所で作業員の感染が判明しています。